家のセット方法をやっていきます。ちょっとかわいそうではあるんですが、一気に 3g のジグヘッドで最初やってたんですけど、ジグヘッドの重みに違和感感じて離してるような感じだったんで、次は脳進化、この先にある脳進化の餌がこう転がったりするんで、それが誘いになるんです。よっしゃ来た、よっしゃ来た、よっしゃ。フィッシングギャング、アツサ。フィッシングギャングのアツサです。今はですね、コクバ川にやってきてます。今回狙うターゲットはチヌです。前回ですね、こちら、はい、マリンタウンで取ってきたノコギリガザミ、これを餌にしてですね、チヌを狙っていきたいと思います。ということで、前回ですね、釣りをしていたタックル、そのまま缶釣りタックルでやっていきます。で、針もそのままついてるんですけど、これが前カニを釣るときにつけていたサンマをセットしていた針なんですけど、これを今から外してジグヘッドに変えます。スナップつけてるとそのまま外せるんで、目標は餌が5匹なので、魚も5匹釣りたいですね。どうしよっかな、風が強いから重めでいくか。じゃまずちょっと重めでいきます。 3g、はい、かなり重い方です。 3g のジグヘッド、ちょっとでかい針が使いたかったからこれをやります。残酷ショーの始まりです。餌のセット方法をやっていきま す、ね、カニを捕まえて、捕まえました。こちらを、ちょっとかわいそうではあるんですが、一気に真ん中から切ります。ごめんね。はい、でこれをジグヘッドにセットします。足の付け根から入れて、どっかの付け根から出します。こんな感じです。じゃあ早速チヌの通り道に投げたいと思います。まあ、サイトでももちろん釣れるんですけど、見た感じチヌが泳いでるの見当たらないので、チヌが通りそうなこのポイントでの駆け上がり沿いに投げます。さあ、うわ、なんかいったな。じゃあちょっと当たりを楽しむために置き竿をやってみますか。お、竿先に注目してください。ドラグはもう基本的に緩めです。もうちょっと引っ張ったら出るぐらい。カースビーとか結構鋭力のある魚が食ってきた時に竿が持っていかれないようにこれぐらい緩めでやります。この竿先が動くはずなので、はい、見ててください。多分すぐ当たると思いますよ。 お、当たってる当たってる。やばいやばい、見てんかった。当たりましたね。で、今みたいに当たりが出たらドラグ閉めてスタンバイします。で、この時糸持ってもいいですね、こうやって。今当たってたのちっちゃいですね。ちょっと魚からしたら 3g のジグヘッドが重いみたいです。お、当たってる当たってる。食った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 。あー、持っていかない。来た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 。お、やるなーこいつ。ちょっと食うのうまいですね。カニかな。カニがカニ食ってるかもしれないです。餌取られたかもしれないです。もしかしたら。ちょっと上げてみます。あ、まだある。大丈夫だ。まだありました。お、当たった。来た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 。あ、これいい魚っぽいな。うわー、くそ。うわー、知ってたな。今あっちに投げてたのにあっちまで泳いでましたもん、すでに。で、フッキングしてるのに、要はもうラインがたるんでるじゃないですか。全然フッキングの力が伝わらなかったです。はい、よし、はい、ネクスト、いきます。さあ、どこに行こうか。ちょっと深場やるか。サメか。
来てるんですか。ちょうど来てる。ちょうどサメも接近してます。お、走ってる。結構、お、いい魚、いい魚。いい魚、いい魚。走ってる、走ってる。乗るか、乗るか。うわ、離した。今、あの辺ですね。あっちに投げたのに、7メーターぐらい引っ張っていきましたね。じゃあ対岸に来たので早速投げていきたいと思います。壁際を狙います。岸際を泳いで口にを狙います。本当はあの簡単な釣りなんですけど、3グラムのジグヘッドで最初やってたんですけど、食ってくる魚からしたらちょっと3グラムが重たいみたいで、餌を加えて泳ぐんですけど、ジグヘッドの重みに違和感感じて離してるような感じだったんで、次は脳進化、こちらのオフセットフックでやってみたいと思います。よし、はい、じゃあこんな感じでやっていきます。さあ次は釣りますよ。グロ映像は変わらないんですけど、すまね。はい、これでやっていきます。よし、これは釣れた。こういうなんかオフセットとかあのノーシンカーでやってると、たまに風がふわって吹いた時にラインが膨らむんですよね、うん、そしたらその先にあるノーシンカーの餌がこう転がったりするんで、この風で強く押されたラインに引っ張られて、その先の餌がコロコロ転がったりするんで、それが誘いになるんですよ、うん、さっきのジグヘッドとはまた違う、あの超ゆっくりこうドリフトさせているというか、これもコロコロ転がっていくのが、あの逆に誘いになってよく食ってきます。風が強くない日であればノーシンカーの方が一番釣れますね、うん、あ、当たった。食った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 。よっしゃ、来た。ちょっと投げましょう。投げましょうね。よし、釣れた。よいしょ。おー、釣れました。オーケー、はい、さっきの当たりの出てた正体はこれでしたね。ガクガクです。はい、ガクガク。本当にこの釣りやると本当簡単に釣れるんで。本当ですね、はい、どうしても釣りたい方はぜひやってみてください、はい、オフセットががっつり。これぐらいのサイズだとやっぱりジグヘッド 3g は重たいんですよ、はい、お願いします。はい、ありがとう。オッケー、よし、はい、カニの半身最強です。いいですね、まだありますね。はい、真っ昼間ですからね。真っ昼12時ですよ、はい、この時間でガンガン当たってきますからね。やっぱカニは偉大ですよ。本当っすね。はい、移動してきました。さっきちょっと深い場所に投げてたんですけど当たりがなくて、またちょっと浅い場所に投げていきたいと思います。やっぱカニが餌なんで、カニがいそうな場所でやった方がいいのかもしれないですね。食った食った食った。よっしゃ、来た。よっしゃ。おお、何まさかの、おまさかの黒場さんにしては珍しい。おお、琴引き釣れました。はい、綺麗ですね。あ、ジルか。琴引きです。まさかの、意外と食べたら美味しいやつ。美味しいんですかこれ。はい、あ、いいね。何でも釣れますね。
これ黒馬だからこの2種類ですけど、海でやったらあのベラとか他のなんか海系の魚も食ってくるし、何が釣れるかわからないのがまたカニの面白いところです。これに注意なんです。これ。ああ、それやばいですね。これめっちゃ刺さるんで、こっちと一緒ですよ。しかも結構積極的に刺しに来るんで、クワガナ。ガンガンってやるの。はい。よし、OK。じゃあ、リリースします。サンキュー。よし、た。はい。釣れます。釣れますね。釣れます。簡単だ。簡単なんですよ。もうカニさえ確保できたらもう確定です。カニも意外にね。そうなんですよ。はい。カニも簡単だし、なんかやってて楽しいんですよね。なんか離させないためにどうしたらいいかなみたいな。結構ゲーム性もあって面白いですね。はい。まあ、チヌを釣りに来たんですけど、あの思わぬターゲットが2匹釣れちゃいました。でも、はい、あのこれ続けてたらあの普通にチヌも釣れるし、もうやってたらキリがないというか、いつ終わっていいのかわからないぐらい楽しい釣りなんで、はい。まあ、今日はこの辺にして終わりたいと思います。はいはい、はい、ということで、カニを使った初心者向けの誰でも釣れる釣りでした。今回もご視聴ありがとうございました。